福ちゃんの話いいんじゃない。さあ今日はですね、昨日私が造花屋さんに行ってきたっていう話をしたいと思うんですけど、はい、あの今回お邪魔した場所がですね、会社の名前がね、東京大西造花っていう会社なんですよ、で東京って頭についてるじゃないですか、はい、だから東京にあると思うじゃないですか、そうじゃないの。もちろん東京にも会社あるんですけども、もともとのスタートは大阪からスタートした会社なんです。そうなの、はい、でしかもね、この会社は日本の造花界の先駆けを行く会社なんです。じゃあもう一番初めにできたという、まあ、一番初めとまではちょっと言いにくいかもしれませんけれども、まあ、造花ってね、いろんな造花の種類もあるし、そうかそうか、まあ、今私たちが日常的に目にする造花っていうのは主に、はい、あのポリエチレンっていう、こう、まあ、そうですね、素材、食品用のコンテナとか、そういうものに使うようなものですね、はい、見たことあるね、ポリエチレンってよく書いてありますよね、それからポリエステルっていう、これ布ね、これは服にもね、ポリエステル含まれてる、まあ、コンメンやわという時のこのポリエス、ポリ何パーセント書いてありますね、はい、これポリやからっていうやつですね。着物、あら、そんな浴衣、その浴衣いいねとか、汗かいて大丈夫、あ、これポリやねっていう、すぐ洗えねんっていう時のあのポリエステルですね。こういう布を使ったものっていうのが多いですけど、昔例えばね、紙で作ったものとか、あとはもう伝統的に絹のね、布で作ったものとか、そういうものもいろいろあったりするので、まあ、造花の歴史って大変長いので、日本だとね、万葉集にはもう造花を歌い込んだと思われるようなものもあるぐらいなので、あんまり大きくこう造花って取ってしまうと最初とは言いにくいんですけど、まあ、近代造花といいますか現代造花のまあ先駆けを日本ではやってるのがこの大西造花という会社で、東京、福岡、大阪にそれぞれこう営業所があるんですけど、この大阪の営業所のまあ担当する範囲、エリアでいうと山口県を除く中四国地方から、この名古屋の手前までですね、愛知県よりも手前までのあたりが、まあ、この大阪のお店の、まあ、守っているエリア、より東側は東京のお店がやって、で、まあ、九州のとか沖縄の方は福岡がやってるっていう感じらしいんですけど、この大西造花っていう会社のね、こう お店がね、あるんですよ、場所で言いますとね、谷町4丁目かなの駅が一番近いと思います、多分地下鉄でいうとね、あと堺筋本町からも歩いて行けるかなというところ、ちょっとね、駅からはね 7,8 分とか10分ぐらい歩かなきゃいけないんですけど、どっちから行くにしても、そこにね、昭和33年頃に建ったビルがそのまま使われているんですけど、はい、なかなか古いビルでね、上に大西造花ってこう文字出てます。で、私はこの看板の文字が大変興味深くて、なんか不思議な形してるんですよ、この大西造花。もし皆さんインターネットで画像検索できる方は調べてほしいですけど、なんかね、こうビローンって文字、漢字を伸ばしたみたいなのがね、4つボンボンボンって並んでるので、いつも前通るとき気になってたんですよ。ずっと行きたいなと思ってて、まあ、ついに昨日意を決して行ってみたんです、なんか入りにくい空気感はあるんですよ。そうなの、古いビルで、あ、これお店だなっていう感じのお店じゃないんです。でも建物の中見ると、このガラス越しにたくさんお花のようなものが並んでるのは見えるので、そこに、まあ、昨日行ってきたんですけど、でね、今ね、造花はね、まあ、大きく進化を遂げていまして、関岡さん、造花買いますか。はい、買います。っていうか、あの昔ね、あのあれだったんで、なんで仕事がほらやっぱり忙しいから、お水あげてるの、すぐ枯らしちゃうので、私そもそもお花全然やってなくって、でも彩り欲しいなと思って、新婚の頃に買ってました。そうですか、新婚の頃に造花を買っていた思い出。そう、新婚の思い出は造花買い。そうですか。そうなんですか。でも、ね、いいですよね、やっぱ簡単ですし、よくね、あのスナックなんか行くと置いてありますよね。あるある、そう、やっぱり喫茶店とか、そう今は100円のね、100均なんか行っても売ってはいるんですけど、やっぱりね、こう100均に置いてる造花と、こういう造花屋さんで売ってる造花って、やっぱちょっと質がかなり違うなというのを私は昨日行って感じました。で、この大西造花ではですね、およそ1万点の造花関連の商品を扱っている、1万点1万点ですよ。
まあ、ちょっとした花の色違いとかもありますし、はい、でまたグリーンだけでもたくさんありますからね。あ、そっか、うん、いろんなものを扱ってます。観葉植物みたいなやつもありますからね、うん、でこの大西造花装飾は名前が大西造花装飾ってついている通り、実際に装飾飾り付けのお仕事もされるんです。飾る方もデザイン、はい、で昨日もねその大西造花装飾のこのお店の中に入っていくと奥の方にちょっと作業場みたいなスペースがあって、そこで実際に作業されてました、うん、っていうのはオフィスとかね商業施設なんか、うん、今もうあの大きい、ね、商業施設なんか行くと、うんうん、ちょっとこのフードコートみたいなのあるじゃないですか、うん、あるね、でこのフードコートのテーブルとテーブル、はいはい、座席と座席の間の仕切りみたいな植え込みみたいなのあって、そこにねなんかこう緑色のやつがファ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 って生えてるじゃないですか、あるね、あれほとんど造花なんですよね。そっか、うん、あれまあフェイクグリーンって言いますけど今はね、あれなんかほとんどがポリエチレンでできてるものが多いですよね。ポリエチレン短い葉っぱのやつね、うん、昔スーパーなんか行ってですね、うん、こうそれこそねこうグリーンがちょっと飾り付けられてるようなところってところどころあるじゃないですか、はい、あそこに置いてあるのってほとんどが濃い緑色のアイビー、うん、ツタ、あいやツタね、うん、アイビーね、ね、もう濃い緑一色のツタがクシャ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 って置いてあったのが、まあ昔のね、うん、なんとなくこのフェイクグリーンのイメージだと思うんですけど、そのイメージあるある、最近はそうじゃないですよ、ね、違うの、今はねそういう濃いめのアイビーはそんなに流行ってないんです。違うんだ、今はね明るいアイビーとか明るいいろんな種類の草を植物をこう植え込んで混ぜるっていうのが今の流行り、ミックスするんだ、ミックスするんですって。だからね最近はそういうのがすごく流行ってるの で、まあ、管理が簡単だっていうことで、うん、あのご家庭お家ね、うん、お家の家の壁一面を全部フェイクグリーンで埋めたいっていう注文もあるんですって。へー面白い。いやなかなかいいですよね。でも家でもいいけどどんな家だろう。そうですよね、家のリビングの壁をやっぱこう癒される空間にしたいからっていうのでグリーンをガーッとこうそれで埋めるんですって。へー。でそれもねだからそんなね何百万もかかるような作業じゃなくて、まあ、数十万ぐらいかな、うん、でできるらしいですよ。いいな、なんか心理感覚だよね。なんか気持ちがなんかね、あのその土台の部分は、うん、ブルーのですねスタイロフォームっていう断熱材があるんですよ。これあの、まあ、テレビなんかの美術会社に行くと必ず山ほど置いてあるんですけど、あとあの設計事務所のなんかこの模型とか作るときにも使ったりするんですけど、ブルーのね水色のね、うん、材料があるんですよ、うん、分厚いでっかいスポンジみたいなやつ、ちょっと固めのスポンジみたいなやつがあるんですよ、スタイロ、うん、これはスタイロにずっとこう差し込んでいくんですけど、あ、発泡スチロールみたいなもん、ね、あ、そうですね、発泡スチロールともうちょっと違うんだけどなんかそれに近いようなやつかな、うん、感じか、そこにね差し込めるんですけど、お花する時のオアシスみたいな感じで、うん、あれのもっと硬いやつみたいな感じでさせるんですけどね、でそれにこう差し込んでいくんですよ、うん、でねこれを聞いてびっくりしましたけど、今はねやっぱね造花と言いましてもこれ造花の会社なんだけど、うん、フラワーお花ね、はい、こう黄色とか赤とかお花、うん、バラとかそういうお花の造花よりもこっちのグリーンの方が圧倒的に売れるんですって。そっか、うん、なんで今ねフェイクグリーンが相当流行ってるっていうのがあるのと、あとね職場会社、はい、企業、はい、こういうところのねオフィスに導入されることが最近増えてるんですって。そっか、そうなんですよ。そういえば MBS も最近そんなこと言ってんなと思って。あ、そうだった、ね、はい、今ね MBS の社内見て回ったらね、うん、あ、ここにフェイクグリーン入るなっていうような空気感のとこあります、ね、ありますか。やたらなんかフロア緑色にしちゃったりとかしてね、でなんかフリーアドレスとか言い出してね、うん、そんなことしたってそんなこっちの仕事の効率上がりはしないんですけどもなんかそういうこうそういうことをしようという動きがそういえばありますよ。あるんだ。いやまあ世の中その流れだからうちの会社もそれに乗っかろうとしてるのかもしれないですけども、そんな、そんなものが本当にいいのかなと思ったりもしますけれども、ね、こんなものは社内で言っとけばいいことなんですけれどもこんなとこで愚痴ってまた来た。あえて電波に乗せるという手法を今取ってますけど、ちょっとクーデター的にね、まあ、そういうことはまずご用意いたしまして、それをしてしました、はい、でこうグリーンをオフィスに置くっていうのがすごく増えてるらしくって、うん、でもっとそれより話は進んでて、今大学生で就職活動する人たちいるじゃないですか、うん、でその就職活動をする人たちのいい会社の見分け方っていうポイントの一つにグリーンがオフィスにあるかどうかっていうのがあるんですって。そんなのが条件というかあるわけ。そうなんですよ。だからブラック企業にはグリーンが置いてないと、まあ言われてみればそうですよね。そうかもしれない。そんなものに金をかける社長がですね、うん、そんな社員の福利厚生に金かけるわけないですよね。確かに。
そうでしょ、そんなことはもちろんないと思うよ。別にそのグリーンにお金かけなくたって、うん、その社員の人を大事にしてるオフィスはいっぱいあると思うんだけ ど、そこにグリーンを置くことで職場環境を良くしてあげようというこの経営者の心の余裕、まあ、それをねうちの会社も導入しようとしたのかもしれませんけれども、まあ、そういうこうねそういうこう心の余裕アピールじゃないですが、そういう社員のこと考えてるんだなっていう一つのね、はいはい、指標として、そうか、目安になるんだ、グリーンが置いてあるかどうかっていうの一つあるんですよ。そういう目線、だからね言われてみればね、私もあのこの業界しか知りませんからあれですけども、いろんな放送局とかね、それからいろんな制作会社とかにちょっと行くこともありますけれどもね、そういえば最近の新しい若い人がすごくいっぱい入ってる人気の制作会社の壁は緑色だなと思って、壁が、うん、あちょっとこう天井表しのね、天井全部あの天井板外してでなんかあのダクトとか全部もう丸見えにしてて、インダストリアルデザインでちょっとこうアイアン調のね家具が置いてあってです、重機類もそういうのが置いてあって、でちょっと濃いめの茶色の木の板がこうはわねテーブルの天板に使ってあるわけですね、でちょっと低めの革張りのローソファーかなんか置いていて、でそこではなんかこの何ですか、ちょっとしたちっちゃいペットボトルのお水とか、こうなんか紅茶まで置いてあるみたいな、コーヒーのみならずみたいな、なんかそういうような空間のところにグリーンがファ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 って、あそういえばあるわと思って、合うのよね茶色とね、うん、そうそうそう、確かに90年代から変わらないオフィスでやってるようなね、割とこう昔 AD を蹴っていたのだろうなというような会社はそういえばグリーンがないわと。そうね、うん、だから会社によったらだってお花をちゃんと生けてるとこもあるもんね、生花の成果をね、ぐらいに近いね、うん、こともしてるとこもあるもんね、まあ、そこまでやるとやっぱりねコストかかっちゃいますし、コストだからね、管理する人も必要じゃないですか、 そうだよね、そこにリソースを割かなければいけないから、うんうんうん、なかなかそういうことはできないんだけど、例えばそのそういう植物緑色である必要性がない会社、例えば何でしょうね、その解体業者とか、うんうん、産廃処理業の方とか、うん、別にそのグリーンがあってもなくてもいいじゃないですか、はいはい、うん、とかタクシーの運転手さんとかね、はい、その事務所とか別になくてもいいじゃないですか、ない、まあ、言ったらバックヤードだから、言ってしまえばそこは見せる場所じゃないから、でそこに営業さんが来たりするわけでもないからね、 そんな、はい、そういうところにあえて壁一面にこのフェイクグリーンを入れて、なんならちょっと LED の光でもってこうちょっと光る看板の一つもちょっと入れてみるってと、このね求人広告を出した時に、その就活生が見に来て、あこの会社はいい会社だなって思うんですって、うーん、まあ就活生そんな簡単じゃねえぞとも思いますけれども大丈夫かそんなことで判断してとも思うんだけど、いやでもそれは一つやっぱ大事ですよね、それによってほら会社行く気分もちょっとこう盛り上がったりもするじゃないですか、そっか、そういうのはね、うん、あとはあれですね、よくこのフェイクグリーンだとかその造花を買う人たちでいうと、今はねマンションのギャラリーですね、一般に開放されるモデルルーム、はい、ああモデルルームの、はい、モデルルームあるじゃないですか、はい、マンションの今ね高級マンションっていっぱい増えてますけど、モデルルームなんか作るときに、はい、やっぱりこう、ね、それだけだったらあんまこう、住みたいって気持ちにならない、ね、確かにね、本当に住んでるようなイメージにしたいわな、うん、リビングとかね、うん、そのちょっとした生活空間のみならず、はい、入っていくロビーあるじゃないですか、別に普通のアパートでもそうですよ、はい、そこにですね、あえてこの下のところの照明のところにちょっとグリーンを置いておく、フェイクグリーンですよ、もうだって水やりなんかできないからそんなところで、ね、そうそう建物の中だから、うん、とかちょっと壁にツタの一つもこうぶら下げておくんです、おいおい、そうするとあら素敵なお家だわって言って住む人が出てくるっていうので、このグリーンを置いておく、雰囲気出るわね、雰囲気なんですよ、人間ってのは雰囲気で動くんですよ、雰囲気出すには何が必要か、これはもう造花なんですよ、やっぱり造花ってやっぱ雰囲気だから、うん、うんでしょ、確かに今日も実はこのスタジオにですね、はい、綺麗な造花が置いてあります、はい、お花が、銀色のですね花瓶に入りましてですね、この美しいこのブーケを生けてあります、はい、ね、銀色の花瓶と私は今申し上げました、銀色か、ラジオだからこんなことを言えるのかもしれませんけども、これは、その辺に置いてあるプラスチックのコップにうちの中田陽子ディレクターが夜な夜なアルミホイルを貼っただけのものなんですけれども、そこにですねこの大西造花で販売されている黄色のバラ、白いバラ、それからまあちっちゃいなんかお花ですね、もっとちっちゃいミニバラみたいなやつもありますね、で高低差をちょっとつけて生けてあるんですけど、はい、これ全部でね3000円ちょっとぐらいですね、安い、安いですよね、安い安い、生花でもそれぐらいの値段じゃないですか、うん、いやあさ、まあでも最近高いからね、最近高い、これよりもちょっと少ないと思う、ボリューム下がりますかね、ボリューム下がると思うけど、生の花だったら生よりもこっちの方がでもすごく映えるね、そう、しかもこれねすごいのがね、
あの今造花って本当よくできててね、うん、昔造花って、まあ、一本の枝のところに一つ花がついてれば、はい、それでいいわけじゃないですか、ところが今はですねこういうこうブーケ型になってるんですよ。一つ、あ、本当だ。だからここに黄色いバラも入ってれば、うん、白いちっちゃいなんかお花も入ってて、うん、そこにグリーンのこのツタみたいな葉っぱも入った、はあはい、もうこれ一つで十分、はい、まあちょっとした写真撮影だったら使えるねっていうぐらいのブーケになってるやつがもう一本でまとまってるんです、あ、本当だ本当だ。これ一つか、これで、ね、千数百円でしたよ。安いわ。そんだけたくさんだって、ないくつ花がついてる？ 1,2,3,4,5,6,7,8 にちょっといろいろついてる。そうだよね、うん、だからすごいしっかり大きい花で、もうこれ花瓶生けときさえすればそうもうそれで十分いけちゃうもんね。これ一つ買えばそれだけでも綺麗なんですけど、そこにあえて、うん、ミニバラのちょっと背の高いようなやつを横に添えたりしたとしても、はい、このぐらいのボリュームが出て金額で言うと、うんうん、生のお花よりちょっと安いぐらいになるんですよ。でこれがこの大西造花に行くとずらーって並んでるんです。はー。でこちらの会社はですね、さっきも奥で作業してるってことも言った通り、うん、あまり小売りをメインにしてる会社ではないんですね。あ、そうなんだ。主なお客さんで言いますと、例えば、デザイナーの方、あー、うん、なんかこうイベントやるときにお花でちょっとこうモニュメントを作りたいとか、はい、あとはお店とかホテルですね、あ、ホテルとか百貨店、はい、こういうところのショーウィンドウを飾ったりとか、それからまあ入ってすぐのエントランスね、うん、ちょっと飾り付けたりしたい。あとはね、テーマパーク、テーマパークね、こういうところのデザイナーの方なんかが実際に来られるそうです。へ、でそこでまあやり取りで、あとは放送局の美術さんですよね。お、うん、我々のところのセットなんかもまあ造花いっぱい使ってますよ。そういえば使ってますね、後ろね。そう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 、あ、これグリーンがやっぱりあると見てくれますからね、やっぱテレビが ね、 優しいからね、グリーン面に優しいし、やっぱね造花には私たちかなり助けられてますから。本当だね、うん、生花使ってるセットなんかそうそうないじゃないですか。もう今やないよね。徹子の部屋、徹子の部屋はあれやっぱりそうかな、じゃないですか。あとはあとなんかニュース前、報道ステーションとか、報道ステーションね、使われてたりとか、ね、は多分あれ成果でしょ、あれ、ね、うん、報道ステーション、あとは何ですか、あとはサンデーモーニング、ああ TBS サンデーモーニング、あ、サンデーモーニングも昔あった、ね、あれなんかちょっとある気がするな、確かある、ね、あるある、そのぐらいですよ。だと思う。もう今そんな生花使ってる、うん、テレビセットがないし、本当に本物みたいなんだもん。そうですよね、綺麗、うん、そう。だホテルで一回見たことがあって、はい、うわ、ここ綺麗にグリーンしてるなと思って、これ生かなと思ってこう葉っぱ触ったら、あれ、うん、ああえ造花みたいなことありましたもん。あれ、あの飾っている花が造花かどうか確認しだしたらおばちゃんっていうのは私の中でちょっと一つあるんですけど、やめて、だから今笑ったのくすっていや若い人もそう、娘もやってたから、若い女の子はあんまりえこれあ造花あ生花やわとか言わないですよ。そう、増加のチェックしだしたらおばちゃん説っていうのは僕の中であります。いやだから増加チェックではないんだけどまあおばちゃんだけどね、私は歴としたいや、まあ、ど真ん中行ってるなと思いましたけどね、ちょっとすいません、個人的に思ってることがあまりにもハマってしまったので笑ってしまいましたけども、まあそのぐらいでも分かんないですよね。ちょっと離れたらもう分からないぐらいに本当に綺麗で、まあほとんどもう今ね国産の増加ってないんですって。まあ中国とか台湾で作ってることが多いらしいんですけど、この花のこの花びらのね染め方とか、これも昔は1色だけだったところがやっぱり3色4色使ってグラデーションつけてやっぱり綺麗に作ってるんですよね。だからよ、本当にその今の本当成果みたいに見えるんだよね、うん、で古い造花の葉っぱって緑一色だったと思うんですけど、そうそう、最近の造花はちゃんと縁のところちょっと茶色く、あ、まあ、本当だ、言ったら少し枯れかけてますかねみたいな、ね、ありますよね、あるある、普通の花だったら、うん、そういうのをあえて入れることによってリアリティを増したりしてる。そうだね、何枚か入ってるね。そうなんですよ、うんうんうん、でこういうお花がずらーって並んでて、今はちょうど夏の季節なのでひまわりの花がいっぱい置いてありましたね。あ、ひまわりが何種類もあって、あとはねハイビスカスも結構ありました。ハイビスカスで多分年間通して需要があるバラの花とか、うん、春の売れ残りの桜の花とか、お、うん、そういうのもありました。でも半分ぐらいはねほとんどフェイクグリーンで、いろんな種類の草が置いてありましたけど、これがですね今、まあ、8月になったところですよね、うん、なんですけど、そうですよ、造花屋さんたちはですねもう8月は今何が忙しいかっていうと、うん、クリスマスの準備がとにかく忙しいんです。もう早くも8月から、いやまだ秋があるじゃない、うん、秋もあるんですけど、秋は、ね、一応ハロウィーンはあるんですよ。あ、そうか、ハロウィーンがあるんで、ね、まあ、そこで、うん、まあ、いろんな鉢は来るんですね、まあ、葉っぱ、うん、
とかね、まあ、ちょっと枯れたアイビーのオレンジ色の葉っぱとか、 あとはかぼちゃね。あ、かぼちゃ自身もそうよね、うん、かぼちゃの植物だもんね。結構ね、お野菜もいっぱいあるんですよ。野菜のね、ナスとかキュウリとか、へ、うん、そういうのもピーマンとかアスパラとか、へ、あのスーパー行くと置いてあるじゃないですか。あるね。ああいうのも全部扱ってるんですよ。そうだ、キウイ半分に切ったりとか、ディスプレイされてたりとか、そう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 、ああいうの。パンとかね、パン、フランスパンとか、スーパー行くとちょっと置いてあるのあるじゃないですか。あるある、ああいうのもね、あの販売してるんですけど、もう8月からはもうクリ、今クリスマスの装飾のデザインが始まってて、でもう10月にはもう制作のもう佳境を迎えて、で11月の1日にはもう施工が始まるんですって。へえ。それぐらいクリスマスはやっぱりもう一番お花屋さん、あの造花屋さんにとったら一番の書き入れ時というか、忙しい。ツリーとかポインセチアとか、ああいう世界、そうですね、そういうのがもうね、8月の後半とか9月に入るとお店の中に展示してあるものもほとんど冬仕様に変わるって、うん、そうか、そうよね、うん、カタログも2つあって、春から夏にかけて用と、クリスマスシーズン用の2つ、うん、でもこのクリスマスのカタログだけでも見てるのすごく楽しいんですよ。あ、ツリーにつけるそういう飾りも売っている。そうなんです、売っている。でもちろんツリーも置いてあるんです。あ、もちろんね、ツリー自体よく考えたらツリーも造花ですよね。そう、うちそうだ、うん、どこもそうでしょ。うちの家のもそうだ、ね、なかなか本物のもみの木切って持ってきてってことはないでしょ。部屋の中でないね、それできないですよね。できない。このツリーもね、すんごくいっぱい種類あるんですよ。でこのオーナメントなんかもいっぱい使ってるから、すごいな、これだけでも見てるだけ楽しいんだけど。確かに。じゃあクリスマスが終わったら今度は何かって言ったら、今度はお正月がやってくるんです。あ、お正月か。お正月はやっぱ正月用のね、まあ、椿とかボタンの花とか胡蝶蘭とか。あ、胡蝶蘭もあるか、はい、あと松の葉っぱ。あ、そうか、竹とかね、南天とか、南天なんかもある、ね、で7月になる、7月は7月で今度は七夕とかもありますけど、お正月用の竹のね、うん、こういうのもあるし、あ、飾り付けいろいろいるんですよ。しめ縄とかああいうのも含めってこと、うん、あとあの小舞玉しだれっていう、あの何、ピンクと白の玉が棒にぶっ刺さってるやつがよく園芸番組とか見てると出てくる。あります、あります。あ、あれね、あれお正月に見るね。そう、お正月に。なんかいつもで、お正月終わったら今度はもう花見のシーズンになりますから、桜の花。あ、もう一気に桜行くんだ。そうなんです。でその後は紫陽花の花が咲いたりとかするんですけどね。で七夕が来て、またこう夏が来るからひまわりが来てっていう風になるんですけど、季節によって大きく変わっていくんですよね。いろんな、もうほんとピンからキリまで造花あるんですけど、この造花を、まあ、言ったら売るというね、造花の販売というこのお仕事をしているこの大西造花装飾という会社なんですけど、ここの歴史を調べたんですね、うん、なんとそういうことですかと。造花で一旗あげるというそんな方法が、時代の日本の歴史は造花の歴史だったのかとこう思うぐらいのですね、すごい事実が分かったんですけど。そうなの、はい、ちょっとその話はね後ほどします。まあ私は心をね落ち着けなくちゃいけないということで、はい、どう心を落ち着けるときには花を見るべきということで、まあ昨日造花屋さんに行ってきたという話を今してるんですけど、まあ、この造花のね、そのこの昨日ねお邪魔した大西造花装飾という会社、東京大西造花装飾という会社は、あの、まあ、言ったらほとんどがプロ向けのお店ですので、そんなに個人に向けて販売を強くやってるっていう会社じゃないんです。ではないのね。あの主にやっぱりこの現場で、うん、まあ、なんてモデルルームって言いますか、ショールーム的に見て、その製品を見るために並べてますので、別にその一般のお客さんがパッと入って売ってはくれるんですよ、はい、売ってはくれるんですけど、分かりやすく値札がいっぱい貼ってあるとか、はい、そういうのがあんまりない。私は中まで見て入ることはできるんですか。それは一般の人も。でお店の人がいなかったら、あの直通で電話ができるように、なんか置いてありましたけれども、インターホンに近いようなもの、まあ、なので、まあ、そこに見に行くことも可能だし、買う人もいるそうですけれども、ほとんどやっぱプロの方が見に来るっていう会社で、こうカタログもねちょっといただいちゃったんですけど、もうこのカタログ見てるだけでも楽しいんですよね。そういや良さそう。あ、もみじも綺麗いいですよね、うん、3種類あの種類としてはあるそうで、スプレーっていうのがあるんですよ。スプレー、スプレーっていう、これあの1本の茎に花がポンってついてる、これスプレーっていうんですけど、そうじゃなくて、何本かの茎が1つに束ねてあって、先端に花がいくつもついてるやつ、はいはい、これブッシュっていうらしいです。あ、さっきあの言ってくれてたの、ブッシュか。いろんな種類が混ざってるのもこれブッシュの1つですよね、はあ、でそれからもう1つガーランドっていうのがありまして、ガーランド、ガーランドというのはあのツタみたいにこうなってて、うん、この
朝顔の花なんかをイメージすると分かりやすいですかね。細長いツタのつるがあって、うんうん、そこのところに花がポン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 ってついてて、うん、ぶら下げたりとか輪っかにしてリースにしたりして使ったりするようなものなんですね。あれをガーランドって、うん、あれガーランドっていうらしい、まあ、会社によって違うのかもしれませんけどね。そういうまあ3つぐらいの展開があるんですが、うんうん、このやっぱこう造花というものがまあ、ね、これだけリアルで私たちの身近になる、うんうんものなんですけど、それより前昔ね、うん、大昔この大西造花という会社がどういうふうにこの造花のお仕事をするようになったのかっていうことがですね、実はあの一冊の本にまとまってましてですね、本で、はい、花の歩みという本があるんですよ。これは大西東京大西造花製造が、創業45周年を記念して、出版された本で、図書館に置いてあるんですけど、これ調べると1970年に45年、創業45年ということで出版された本なんですよ。でこの創業者の方、なかなか苦労人でいろいろ大変な思いをされたみたいなんですけど、この人の書いた本がなんとも面白いんですよ。なんかね、この、まあ、大西さんですね、もちろん、うん、大西さんはあのすごくお金持ちのお家に生まれた方らしいんです、もともとは。大西さんのお父さんがいて、うん、このお父さんは造花屋さんじゃなくて、うん、和歌山県のですね、うん、小川かな、粉に川って書く小川って、小川寺ってありますよね、うんうんうん、あのあたりでですね、綿糸業っていうのやってたんですって。綿の糸、ああ綿の糸を販売してて、はい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 、27歳で創業するんですけど、このお父さんがね、うん、綿糸業、うん、これでもものすごく儲けて、うまいことやって商売上手な方だったみたいで、まあ、その和歌山の一大、うん、なんていうかな、商人みたいになった、うんうん、小川のあたりのね、うん、でこれでまあお店みたいなのをやってた大きいところで、まあ、多分従業員の方もいっぱいいたんでしょうね、まあ、当時ですから、明治時代の話ですよ。明治37年とか8年頃の話ですよ。明治38年にその小川でこのお父さんがね、綿糸業をやってた、うん、である日ですね、夜、うん、どんどんどんと表の戸を叩く音が聞こえます。どん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 、すみませんって言って、そしたら、はいって言うんで、ガラガラっと開けたら知らない人が立ってるんですよ。うん、で、え、誰だこれって思ったら、うん、すみませんけど、私今小切手を持ってるんですけども、うん、この小切手を現金に変えてくれませんか、急遽必要でって言うんです。おお。いえ、うち銀行じゃないですし、そうよね。あと誰ですかってこうなるわよ、ね。まあ、いきなりね。うん、神戸の山本と申します。誰ですかってこなるんですね。全然知らない人でしょ。知らないです。でどうもご商売をされてる方で、うん、和歌山でなんか商談だかなんかで来てて、うん、お金が急遽現金が必要になったんだけど、うん、もう銀行も全部閉まっちゃってるし、うん、でこの辺りでそんなこの小切手を現金に切り替えられるほどの、はい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 、しかも結構な金額だったんですね、うん、その現金に変えられるほどお金を持ってるお家はもうこのね、綿糸業をやっている大西さんのところしかないよとこうなった、うんうん、でそのそれで訪ねてきたって言うんですよ、うん、どこのお店に行ってもそうやって言われたから、うん、困ってるんですって言って、あ、まあまあそうですかって言って、でもどこの誰かわからんし、この小切手が本物かどうかもわかんないけど、まあでも本当に困ってる感じだったから、うん、まあ、分かりました、じゃあもう現金に変えましょうって言って、うん、こうお金に変えて、はい、でありがとうございますって言って、その神戸の山本さんは出てったんですって、うんうん、で当時で言うといくらぐらいなんでしょうね、当時で言うと100万ぐらいですか、当時の100万円の金額、ぐらいの金額をボンと、当時の額面で100万かということですよね、ということですかね、ぐらいのこう金額を現金で渡すってなかなかできることじゃないじゃないですか。いや、そもそもそれは怖いじゃないですか、持ってないし、そんな知らない人に。でもやっぱりなんかいい人だからやったんですね。すごい。でそんでまあそのまましてたんですって、うん、で次の日別に来るわけでもなく、その神戸の山本は現れず、うん、ああ、なんか騙されたじゃないけど分かんないなとかって思って、まあ、そのままにしてたんですね、うん、とりあえずほったらかしにしてたんです、うんうんうん、そしたら半年ぐらい経って電話がかかってきて、うん、もしもしと、神戸の山本ですと、うん、ああ来た、あんたかと、うん、結局誰なんだあんたかって言って、で先日本当に助かりましたありがとうございましたと、うん、つきましてはお礼をしたいので、うん、小麦粉を、うん、列車1両分お送りしますって言われたんですって。そうそう、全く同じ話。ってなって、何ですかって、あの小麦粉を列車1両分お送りしますって明治30何年に言われたんですって。39年とか40年頃で、なんで
まあまあまあ、はい、わかりましたっつって、うん、わかりましたって言って、じゃあどうぞ送ってくださいって言ったら、本当に列車1両分の小麦粉がドーンと送られてきたんですって。本当に送られてきたの、和歌山の家に、お店に。ほんでそのね、創業者のお父さんはびっくりして、えってなって、ほんで、あ、袋開けたら確か小麦粉だし、でしかもね、その当時アメリカの小麦粉だったんですって。で、日本の小麦粉とアメリカの小麦粉ってちょっと当時製品の質がちょっと違って、あ、違った、今でもメリケン粉っていうぐらいで、やっぱりこうアメリカの小麦って良かったんですって。で、真っ白で純白だから、最初これどうするかねと。でも食べ物だから、うん、ね、その期限もあるしどうしようってなってて、うんうん、もうデッチさんとか番頭さんに言って、うん、もうとりあえずこれ傷んじゃうから、うん、その辺で売ってこいっつって、はあ、売りに行かしたんですって、はあ、ならこう最初ね、うどん屋さんとかお蕎麦屋さんに持ってくんだけど、こんな白い小麦粉見たことないから気持ち悪いって言われて、はあ、逆にいや、いいからちょっととりあえず使ってみてくださいっつって、使ったら、うん、あ、美味しいねこれってなって、こんないいんだ、お、買います買いますって言うんで、バーってそれが売れて、もう大儲かりしたんですって。へえ、やっぱりね、やっぱりこうちゃんと人のために何かするってのは大事ですね。偉いね、売っとくって大事ですよね。で、そこでうわーって儲けて、このお家はすごく栄えたんですけれども、うん、この大西さんちっちゃい時にお父さんなんとね30歳ぐらいで亡くなるんですよ。そんな若くして、うん、大正3年のことですけどね、お父さんが亡くなっちゃう。あら、どうしよう。大正3年じゃない、すみません失礼しました、もうちょっと前かな、明治時代ですね。明治時代ぐらいお父さんが亡くなっちゃうなんですね、うんうん、でこれでお家のこう家業が傾いてしまいまして、一家離散しちゃうんですよ。一気に一気に。あ、じゃあ、で当時まだ小学生ぐらいだったその大西さんは、でっち奉公みたいな形で親戚のところを伝って、まあ、こう手伝いに行かされるんですね、昔のでっちさん。で、最初はデッチさんっていうのは、まあもちろんね、そのよくしてくれるお家もあるけども、うん、だいたいね、いじめられたりもするんですね。ですっごく辛い思いをされて、嫌だこんなとこって言って飛び出して、うん、ほんで京都の呉服屋さんで結局今度はデッチ奉公する。あ、うん、また違う業種。ところがこの京都の呉服屋さんもなかなかの意地悪なお家で、あら、もうご飯はろくに食わさないわ、板の上で寝かせられるわ、まあひどい扱いを受けて、もう嫌だって言うんで東京に行くんです。で東京行ったら東京行ったで、まあそういうね、まあお母さんのつてとかを伝って行くんですけども、まあそんないい扱いはされない。またというのが、この大西さんがなかなか仕事のできる人なんですよ。できる人だから、うん、お家の家ごととか店の家ごとを全部押し付けられちゃって、うん、でその間その押し付けた人たちは何してるか遊んでんですよ。ひどいね、うん、でも嫌になって、もうちょっともう田舎帰ろうかなとかって思ってた、うん、思ってたらもうだんだんそれがイライラしてきて、うん、体崩しちゃう、体壊しちゃう、体調崩して体壊して、でもうしょうがないから和歌山に帰ったんですね、うん、でその和歌山に帰った頃に戦争が始まるんです。徴兵が始まるんです。で徴兵をですねされていくんだけど、周りがどんどん、うん、自分病気だから、あ、そっか、これ徴兵されなかった、はいはい、でそこで、まあ、やることないというか、まあ、それでもなんとかしなきゃいけないからというんで、うん、お商売をこうやろうというので、うん、なんかこう仕事しなきゃって思ってたら、お母さんがね造花の内職をやってたんですって、うん、ありますよね昔からね。そうそう、作るのなんか聞いたことある。それをこう手伝ってたんですってずっと。そしたらこの増加というのがですね、うん、結構これから儲かりそうだよみたいな話を聞いて、うん、これちょっとやってみようかなっていうんで、うん、この増加業についに乗り出すんですよ。そっから、はい、でちょうどまたその時に増加をやってた会社が、お店かな、個人の人か分かんないですけど、うん、そこはこう機械なんかをもうやめちゃって、うん、もう売っ払おうとしてたところだったんで、それを何とかして手に入れて、うん、この増加屋さんを始めるんですよ。うん、これがね昭和3年の春のことらしいですけれども、夕凪橋って大阪にありますね、港の近く、ここのところにですねお店を出すんです。でこの夕凪橋のあたりっていうのは港の近くなんですよ。だからここに天保山の近くで船がよく着くんですね。で貿易商の人とかいろんな買い付けに来た人とかよく来るわけです、うん、でそこに造花屋さんです、造花の製造業です、うん、小売りもやってますって出てると、お、なんかいい花売ってるねみたいな、うんうんうん、お土産にいいか、なんか造花が、お、なんかよくできてるな、よし、じゃあこれ今度うちの会社のこういう高校こういう展示の時に使おう、ごめんちょっと造花売ってくれっていうので造花を売るってことをやるんですけど、うち小売りなんでそんな大量に頼まれてもできないですっていうのを何回か繰り返してるんですって、うん、でどうもこれは世の中に造花の需要って相当あるぞっていうのをそこで気がついて、で通信販売を始めるんですよ。その当時に、その当時に
当時で通信販売ってやってた。言ったらねカタログを作るんですそこで。はあ。大西造花商法っていう、商法はあの商いに知らせるっていう、はいはいはい、大西造花商法というまあ雑誌みたいなものを発行して、うん、これを地方のいろんなところに配って回って、はいはい、ほんで造花必要だったらうちに、郵便なり電話なり注文くださいっていうので、どんどん地方発送もしますっていうのでやりだしたんですって。へえ。でですね、この時にちょうど日本は日清事変っていうのが起こるんですよ。ほう。言ったら戦争が激化してくるんですね、はいはい、そうしますとですね、兵隊さんを戦地に送りますね、うん、送る時には旗立てて、うん、花出して、うん、提灯上げて万歳万歳で送り出すんです。はあ。増加の需要がぐわっと上がるんです。そこでほんで増加の製造がどん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 増えていって、で、まあ、戦争は激化していきますわね、うん、でもちろんこのね、その戦争が起こりますとどうしても今度は兵隊さんも戦地で戦死するってことも出てきます、うん、で英霊の遺骨が帰ってきます、うん、今度はですね、この戦争で亡くなった兵隊さんたちにのお葬式を開くときには、はい、やっぱ提灯がいるんですよ。で、花輪がいるんですよ。はいはいはい、そうか。そうすると今度は戦争が激化したら激化したで、今度はそれはそれで増加の需要とか高まるんです。また、うん、でそこでどん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 またお花の製造というのをするんです。うーん。最初の頃はね、この花輪の作り方もよくわからないので、うん、自転車の輪っか、リム、うんうんうん、車輪のね、はいはい、これにお花をこうやって巻きつけたりとかして作ったりもしてたらしいんですけどね。でそうこうしてる間に、うん、言ったら戦争終わるわけですよ、うん、で戦地からいろんな人帰ってくる。でお店がどんどん開き出しますね。そうすると新装開店とか、あ、新店舗できました、はいはい、花輪がいるんですよ。いるわ。増加がいるんですよ、ね、パチンコ屋さんもできました。店の前増加の花輪がいるんですよ。いるわ。この戦後の復興とともにこの増加の需要がガーッと高まる。でそうこうしてるうちにですね、進駐軍アメリカ人がどんどん入ってきますので、クリスマスっていうのが始まるわけです。クリスマスに何がいるか、クリスマスツリーがいるんですよ。いるな。クリスマスツリーがいるってんで増加が売れるんですよ。おというのでこの大西造花どん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 大きくなって、同じように造花業の人たちがどんどん増えていくっていう、実はそういう歴史がねあるっていうことが本に書かれてんですよ。すごいね。またこうそういうね、正気を見逃さないって大事で、いや確かにね、お母さんがこうやってやってた、やってたの内緒から、たまたまそれを見たところから、そっからだもんね。始まった。言ったら造花というのは当時のスタートアップ企業だったんですね。そうなんだね。うん、でそうやって大きくなってった造花屋さんっていっぱいあるんですって。しかもカタログも、そうそう、その当時ね、今でこそね、通信販売なんて、ハビネスクラブよりもずっと前から通信販売を始めて、やってたんだ。偉いですよね。そう、提灯屋さんも一緒にやってたみたいですけどね。なるほどね。だからそういう、こう世の中の需要をちゃんと読んでたってことなんですね。読むって大事だな。いや勉強になりますよね。